伏見は日本海軍の砲艦。伏見型砲艦の一番艦である。艦名は仙台伏見の修養で、この名を持つ日本海軍の艦船としては二隻目。藤永伝造船所において建造。1939年1月20日、本艦と他三隻はそれぞれ艦艇類別等級表に類別される。同年7月15日に竣航した日中戦争において、 長江素攻作戦に加わった。太平洋戦争においては長江流域の警備に従事した。1944年10月1日に軍艦から除かれ艦艇の砲艦に類別が変更された。11月26日、安喜びで中国軍機の攻撃を受け大破着底し、引き上げられ上海に栄光されたが終戦時には航行不能の状態であった。その後、 中華民国に接収され、国府海軍の港を取りチャチョンフェンとなるが、1949年に中華人民共和国の所属となった。藤谷康成中佐、1939年4月1日から1939年7月15日、藤谷康成中佐、1939年7月15日から1940年11月15日、谷口秀司中佐、 1940年11月15日から1942年8月1日、圭一小佐、中佐、1942年8月1日、奉還庁1944年10月1日から1944年10月10日、圭一中佐、1944年10月10日から1944年,19年12月23日、以後奉還庁の発令なし、ありがとうございます。